ごきげん。依頼を受け、成果のご足。それでは。だけど離婚しても舞子のことずっと愛してるって。舞子離婚してもいいよって。愛がなかったら一緒にいても辛いだけだもんね。ねえ舞子どっちに。ついてったら、そしたらお兄ちゃんと会えなくなっちゃう。兄ちゃんと離れたくない。もう帰らなくっちゃ。ねえお兄ちゃん、手つないで帰ろう。どうしたみんな、腹でも減ってるのか。いえ。もうすぐ夏休みですね。そういや、そうだな。皆さん何しようとか考えてますか。そらまあ夏といえば海っしょ。ビーチに水着にひと夏の思い出。ああ気晴らしにどっか海とか行きてー。なんかこう南の方のめちゃくちゃ透き通ってるっぽいとこ。つか明日から期末だよ。ああマジだり。まあまあけど綺麗な海っていうと沖縄とか一度行ってみたいな。沖縄じゃないけど屋久島って選択肢ならありかもね。理事長いらしてたんですか。いや前を通りかかったんで来週の予定をちょっと知らせにね。桐城君、お父上は今年の休暇を屋久島で取られるつもりらしい。お父様が。試験が明ければ君らは休みだろう。どうだいここらで気分転換でも。マジ？それ旅行ってことっすよね。きたー、海海水着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 ってこいつ。どうだい桐城くん。しかしお父様もお忙しい方ですし、せっかくのご休暇をかき回すわけには。珍しく弱気じゃないか。
ご息女が顔を見せに来るというのにお父上は迷惑がると。君らは本当によくやってる。たまには息抜きも必要だよ。次の作戦日も分かっているわけだし、私はいいと思うけどね。ですが。先輩、お願いしやす。わかった。気分転換は必須事項のようだ。行こうじゃないか。おっしゃ。海か。特別メニューが組めそうだな。やっべ、楽しみ。あ、私水着とか買わないと。なんだよ、俺の貸してやるって。バカだろ。理事長も泳ぐんですか？僕が泳ぐのはちょっとね。夏の太陽を浴びると体が灰になるから。え、マジ？バカだろ。この前はすいませんでした。その言い過ぎたかもって。構わないさ。屋久島に行くことになったのもある意味必然かもしれない。あの事故の当事者はもう全ていないと理事長は私をかばってはくれたがな、実は一人だけ生き証人がいるんだ。え、生き証人？私の父さん。そうだったんだ。いいな。そうだな。素晴らしい。楽しみ。依頼を受けて成果の残。あのですね。では何とぞ。それ。
もしタルタロスの奥から閉ざされていた、念のためお知らせいたしました。では驚け。ああ。俺の心はもう遥か遠く。あ、そっか、もうすぐだっけ。なんか準備とかした？え？あんまり。ごめん。私なんか暗いよね。どっか気晴らしに寄り道して帰ろっかな。今日は部活ないし。お、いいっすね。どこ寄ってく？水着とか買うんなら俺がアドバイスしてやろっか。いらないっつーの。てかちょっと待ってて、部室から荷物取ってくるから。あ、ついでに風花にも声かけよう。さ、ここんとこ俺切れたりとかして、その真面目に言ってんだろ。また元通りやろうな。じゃあ行こうぜ。しゃー、この開放感。まったく騒がしいやつだ。純平くん。まあな。てかあれ、さ、行く月さんに呼ばれてる。なんでも新たな戦力について話があるらしい。戦力ってまた新人ですか？さあな。ふうかー。あれ、夏希ちゃん、どうしたの？ふうかさ、補習付き合ってくんない？知ってる顔なくてさ。あ、つか今日あれか、実家帰るとこ？じゃあいいや。待って、いいよ、大丈夫。すみません。なんか変わったよな。仲良きことは美しきかな。いや、結構青春って素晴らしいよね。なんかキラキラしてる。理事長？人を迎えに来て近くを通りかかったもんでね、ちょうどいい。紹介しとこう。どうも。あれ、アマド君じゃん。どうしたの？知り合いだったのか。彼は事情があって休み中も帰らないんだよ。ああ、少し聞いてます。確かご両親、もともと母さんと二人だけだったんですけど、その母さんも事故に遭ってしまって、一昨年のことです。ま、そういうことなんだ。今は登園からの学費の保証だけで通ってる。でもだからって一人ぼっちで初等科寮にいたんじゃ寂しいだろう。そこで彼を夏の間だけ君らの寮へ転居させることにしたんだ。転居って、いいんですか？もちろん、招くからには彼にも見込みがあるということだよ。それじゃあ俺が聞いてた新たな戦力というのは。まあね。でもご覧の通り彼は初等科だし、あくまで可能性の話だけど。真田昭彦先輩ですよね。ああ。噂、初等部にも届いてます。ボクシング負けなしだって。よろしくお願いします。ああ、よろしくな。
そうそう。そうだ。なんで？いらっしゃい。え？そう。そうだ。ところで、装備を作るんだね。いい時に来たね。今なら新しいものが作れるよ。あんたの他にもペルソナを使う子たちがいるんだろう。仲良く。あ、ほらよ、待たせたね。作るには素体が必要。作りたいなら素体を持って。さて、どうしようか。作りたいなら素体を持ってきな。さて、どうしようか。これで間違い。やめるんだね。ほら、持っていきな。作るには素体が必要だよ。さあ、見ていきな。人生何が起こるかわからないもんだね。まさか気は済んだ。またいらっしゃい。何を持ってきた？いくつ？ああ、引き受けた。わかった。ヒトロ、もういいのか？新しいのを調達しておいた。時間があるなら見ていくといい。
never felt like da 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 da。弓矢は古くから使われている武器だ。図星や的確などの言葉の由来にもなっているな。そ、分かった。持っていけ。そいつでいいのか。やめるんだな。そ、ああ、分かった。用は済んだのか。ん？もういい。また来い。よく来たな。何を持ってきた？いい、わかった。引き取ろう。ん？もういいのか。じゃあな。よく来たな。何を持ってきた？ああ、引き受けた。ん？もういい。また来い。やった！俺も試合では足を使うスタイルだが、こうして改めて見ると、しかもここで見れば、時間があれば待って、しかし熱く戦う姿をお前も俺の部屋、
おお、ようやくはっきり見えてきた。すげえ。やくしまー。もうはしゃぎすぎだっての。いいじゃないか、トレーニングもはかどりそうだ。珍しい木とか生き物がたくさん見られそう。リアルに世界の豪邸訪問だな。お帰りなさいませ、お嬢様。今日から短い間だが、よろしく頼む。メイドさん、そちらは語学友の皆様ですね。ようこそいらっしゃいました。どうぞこちらへ。語学友って、メイドって実在してんだな。やっぱり先輩すごい人なんだ。改めて実感。お久しぶりです。話は聞いている。何もないところだが、ゆっくりしていきなさい。あ、ハイス。迫力。てかこの暑いのにスーツ？それは別にいいだろ。短い休暇だが、まあ存分にくつろいでくれ。よし、となりゃ。やっべて。ちょ、もう海？てか行くのはいいけど、そんなすぐ支度なんて無理だよ。なら俺たち先行ってるぜ。つか1秒も無駄にできねえからな。ようやく夏実感だぜ。お
沖に目印になるようなものはないな。泳ごうかと思ってたが。ちょっ、なぜかその水着。何もだ。ルーメなんてえぐ。泳ぎやすいだろ。ああ、出ました。遊びに海来たのに黙々と泳ぐタイプ。悪いか。お前こそ何して過ごす気だ。そりゃ夏で海と言ったらお楽しみは決まりっしょ。あ、やっぱ綺麗。ほら、来た来た。お？ゆかり選手、想像より結構強気のデザインですな。やっぱ部活で絞れてるって自信が大胆さにつながってるんでしょうか。ビパラソル、空いてるとこ勝手に使っていいのかな。おっと、続いては風花選手ですな。つか、風花お前、めっちゃ気痩せするタイプ。だよ、そんな恥ずかしがんなくてもいいじゃんよ。ムフフって変態かっつうの。そんで鳥を務めますのは。ん、どうした。わあ、キリジョー先輩、綺麗。ほんとすごい、白くて綺麗。日焼け止めもう塗りました？いや。ダメですよ。早くちゃんと塗らないと。あ、私が塗りましょうか？いや、それは自分で。おい、お前ってどのタイプが一押しよ？なるほどね。お前なかなかアグレッシブだな。いいな。よっしゃ、そいじゃそろそろ水に浸かるとしますか。行くぜ。待て、1位は譲らん。いいところだ。昔はよ。みんな楽しく影時間の休むなら。ああ、もうな。助けてください、純平くんが。へへ、海っつったら水のかけっこは。あんたね、ちょ、やりすぎなの。キリジョー先輩。向かっ、
影時間休むならそこのパラソルの下。食事も私あんなにフォークと、もう食えねえ。あんたはがっつきすぎ、みっともない。今日は移動もあって疲れただろう。あとは各自部屋でくつろいでくれ。先輩は来ないんですか？ああ、私もすぐに行く。ご無沙汰していました。お元気そうで何よりです。彼らは寮にいる者たちか？すみません、ご休暇を大人数で騒がせてしまって。彼らに明かしたそうだな。なぜ今まで隠していた？別に隠したわけでは。言ってあるはずだ、もともとお前が負うべき罪ではない。ですが、調和する二つは完全なる一つに勝る。南条と別れた折より我ら霧城に伝わる言葉だ。ミツル、人を信じてみろ。どれだけ己を殺しても所詮は個の力。この世には一人ではなせないことがある。はい。宗家のデータベースに入り込んだのはお前だな。それもしかりだ。旅行などにかこつけず、なぜ初めから直に私に問わない？申し訳ありません。彼らを全員ここに集めろ。元より隠す意図などない。全てを伝えるため準備をしてある。全てを？連れてきた中に竹葉という少女がいるだろう。彼女が力に目覚めるとはもはや運命なのだ。お父様。ミツルから大体は聞いているな。あ、はい。さよう。全ては大人の我々の罪だ。私の命一つで贖えるのならとうにそうしていたところだが、今や君らを頼るほかはない。父光悦が怪物の力を利用してまで作り出そうとしたもの、それは時を操る神器だ。時を操る？言葉の通りさ。時の流れを操作し、障害も例外も全て起こる前に覗ける、未来を意のままにする道具と言ってもいい。すげえ、野望のサイズがでかい。だが研究は父の指示によっておかしな方向へ進んでいった。晩年の父は何かとても深い虚無感を胸の奥に持っていたようだ。今にして思えば父の乱心はそれを打ち破るために始まったのかもしれん。君らが全てを知りたいと望むのは当然のことだ。私にも伝える義務がある。これは？現場にいた科学者によって残された事故の様子を伝える唯一の映像だ。映像？
この記録が心ある人の目に触れることを願います。この声、後藤氏は忌まわしい思想に見入られ変わってしまった。この実験は行われるべきじゃなかった。もう未曾有の被害が残るのは避けられないだろう。でもこうしなければ世界の全てが破滅したかもしれない。世界の破滅。この記録を見ている者よ、誰でもいい、よく聞いてほしい。集めたシャドウは大半が爆発とともに近隣へ飛び散った。悪夢を終わらせるにはそれらを全て消し去るしかない。全て僕の責任だ。全てを知っていたのに成功に目がくらみ、結局は後藤氏に従う道を選んでしまった。全て僕の責任だ。お父さん。父さんって今の人が？お父様、これは。彼は竹葉栄一郎、当時の主任研究員だ。実に有能な人物だった。その彼を見出して利用し、こんな事件にまで追いやってしまったのは我々グループだ。栄一郎は霧城に取り殺されたも同然だ。まさか。つまり私のお父さんがやったってこと。影時間もタルタロスもたくさんの人が犠牲になったのもみんなお父さんのせいってこと。おい、じゃあいろいろ隠してたのって本当はこれが理由。私に気を使って隠してたってこと、そういうことなの。竹葉、それは違う。私はかわいそうとかやめてよ。竹葉、あの誰か言った方が。彼女を。すまない。ずっと信じてたのに、こんなの。覚えてる？私のお父さん。さっきの話では普通の人は真相なんて。お父さん主任だったからいろんな場所を。でも私ずっと信じてた。お父さんは悪くないはずだって。小さい頃から大好きだったし、絶対悪いことするような人じゃないって。実は春頃ね、手紙が届いたの。10年前のお父さんから、家族へって。 笑っちゃった。ほとんど私のことしか書いてないんだもん。だから信じようって思ってたのに。だから自分に力があるって分かった時は偶然じゃないって思った。怖かったけど、霧城グループのそばにいればお父さんのこと何か分かるかもって。だからペルソナ使いになって戦いも続けてきた。でもさ、なんていうか、そんなの無駄だったんだよ。怖いの我慢して戦ってるのに。それに私、もしかしたら嫉妬してたの。あんなことがあったのに。いつもそうだよね、そうやっては。分かったような顔しないでよ、あなた。
れ。私余裕なくてわけはなく、もう全然わかんない。教えて。すごいよね、君。ごめんね、私のことばっかり。あなたも両親亡くしてるのにね。辛いのには慣れてるから。でも連れてこいってでも遅いよお前ら。みんな心配してるぜ。もうすぐ影時間だし戻ってこいってさ。ん？あ、そっか。あ、あれ、なんかお前ら。そっか、影時間って場所関係ないんだよね。ったく、当たり前だろ。俺っち全然気づいてたぜ。私さ、ペルソナ使いは力に目覚めると影時間の体験。それって忘れたい。やるしかないんだよね。だな。よっしゃ、じゃあ戻るか。こんな森林浴なん、そうだ、昨日の純平くん、なんだかやらしい話ばっかりで困っちゃいましたよね。私たちだけで来て。ん、まあね。はい、待ってください。スピーカーフォンに切り替えます。どうぞ。今島の研究所にいるんだが、廃棄されて動かないはずだった機械が勝手に出て行ってしまったんだ。機械？どういったものなんですか？戦闘車両の一種でね、実は対車道兵器なんだよ。対車道兵器？みんなにね。実は今男子3名と別行動中。そうか。あ、とにかくできるだけ早く当たってくれ。私もすぐに戻るから。もし目標が捕獲不能と判断される場合、破壊してもよろしいですか？破壊はね、多分無理だね。無理って？とにかくやってもらうしかない。ダメです。まあいい、そうすれば山岸のペルソナでも探せる。もっとも、もう肝心な時にどこ行っちゃってんの。あれ、彼女たちまだ起きてないのかな。もうお寝坊さんなんだから。なあ、え、ところで純平、そういえば気がけに屋敷の使用に実はメイドさんからお手紙も。純平、赤だろ。3人で俺は山岸の。あー、もう夏に南の島へ来てなんで海に来ねえんだ。いいのかそれ。お前が原因だろ。
ノノは重たい空気を何とかしよう。俺に言うの？まあ大事なのは野郎だけでどう。ここはもう現地ズバリ名付けて。アバンチナンパでもする。ねえねえどうすか。何を言い出す。お前の意見。二人とも青春の夏がこの流れ。まだいつもの通り。え？作戦だと言ったろ。うわ、超ヘリ。おい、ちゃんと真面目にやれよ。